アリカ、こんにちは、のぶーでーす。今日は7月の6日、土曜日です。ということで、こんなものが届きました。ほう、こちらです。ケトルですね。ケトル合ってますね。電気ケトルでーす。こちらです。以前なんか、ホテルの動画か。で、壊れてるって言いましたけど、家のものは壊れてまして、そちらの代用品で買い替えのものを買ってみました。で、ちょっと口が小さいのが欲しくて、まあ基本僕コーヒーをよく飲むんで、そのコーヒーも入れやすいっていう意味で、こういうものを買ってみました。ちなみに今まで使ってたのは、こんな感じのものです。しかも、妻の実家からもらったもので、妻の実家が普通に使ってたやつなんで、結構多分いつ買ったんだろう。全然わからない。結構古いものですね。書いてあるかな。09年製って書いてある。2009年ですね。10年前ぐらいのものですね。で、これがですね、今、コンセントを挿して、多分接触が悪くてですね、いろいろ触らないと使えなくなって、これを買い替えました。ということで、古いものなくて、こちらのものを、早速、開けたいと思いまーす。はい、それでは開けていきたいと思いまーす。いざ開封です。ちなみに前回の草刈り機と同様、久しぶりに直接伝票を貼って送ってきました。なので箱がもう汚いです。です、こちらです。ドリップケトルグレイブって読むのかな、グレイブですね。グレイブ 1.0 リットルで、メーカーがですね、あんまそんなに大きいメーカーじゃないんですけど、輸入販売元は株式会社ドリテックっていうものです。結構これ系のものを販売しているみたいなんですけど、初めてこのドリテックっていうメーカーのものを買いました。一応保証は購入から1年以内ですね。ということで、こういう説明書が日本語で普通に書いてます。輸入元なんで、日本のものじゃないんだろうな。製造はメイドインチャイナかな。そして、こちらが中身です。これは、蓋ですね。蓋。一緒に出てきた。こんな感じで、本体でーす。はい。こんな感じのステンレスのものですね。で、中はこんな感じですね。マックスっていうのがこういうところにあって、まあ結構わかりやすいですよね、この真ん中にあるの。注ぎ口はこういう感じで細いタイプです。ちなみに値段がですね、3000円ちょっとです。めっちゃ安いです。これが台ですね。この安いやつ、何個か種類があるんですけど、ちょっとうちが置いてる場所がですね、結構狭くて、これが小さいものが欲しかったんですね。超汚いですけど、今使ってるのがこれで、ほぼ一緒だな。これが入る大きさがギリギリなんですね、置いてる場所が。なので、このちょっと細長いタイプを頼みました。結構なんかボテっとしたタイプもあって、それはですね、これよりちょっとこの下が大きくて、入らなそうだったんで、入らなそうっていうか、長さを測ったら入らなかったんで、こちらの細長いタイプにしました。ボテッとしてるけど 0.8 で、確かもうちょっとちっちゃかったんですよね。で、スイッチはこんな感じですね。で、一応日本のこういった表示もちゃんとされています。裏もこういう感じで。最近こういう注意書きのちっちゃいのがカメラ通した方が見えるかな。老眼で見えないんです。カメラ通しても見えないな。こんな感じです。コンセントですね。100V です。メイドインチャイナですね、やっぱり。メイドインチャイナです。これが蓋。初期注意。結構書いてたのがですね、匂いが、水に匂いがつくっていうのが書いてあって。どうですかね。とりあえずちょっと一回洗ってみて、で、お湯を沸かして、で、古い方もちょっとお湯沸かしてみて、お湯の匂いとかちょっと確認してみましょうか。一度ちょっと軽くてある程度洗って水入れてきてみまーす。はい、ということで、軽くというか、まあ一応洗ってきました。気をつけてください。この中、まあ洗ったんですけど、軽く手を切ってしまいました。こういう金具とかが、ね、で、結構男の手だともうギリギリなんで、もし中洗われる方は気をつけてください。手を切ってしまいました。まあそんな大量に血が出たわけじゃない。軽く滲むぐらいだし。で、一応、マックスっていうところまで水を入れてきております。
で、この古い方、これはですね、タイガーさんの10年前のものですね。09年製。品番が一応言っとくと、PFV の G100 っていう、こちらも1リットルの電気ケトルです。で、ちょっと時間も測ろうかなと思って、まあ先から不思議に突然時計が現れてますが、そのために時計を持ってきました。で、こっちもそんなに速くないです、はっきり言って。こちらも同じく1リットルまで、ここまでっていうところまで水入れております。こっちもそんなに速くないんで、でもう結構年季入ってますよね。こちらとこちらで、ちょっと勝負じゃないですけど、まあどんなもんか、時間的なところも測ってみようかなと思って時計持ってきました。ということで、これからちょっとお湯沸かしたいと思います。まあ実際は匂いとかの方がどっちかというと気になる。時間はまあ個人的には早いに越したことないですけど、沸けばいいかなっていう感じなんで、あまりにも長くなければいいかなと思ってますんで、そのあたり検証していきたいと思います。ということで、時間が中途半端ですが、この秒針が上に行くまでちょっと待ちましょうか。ということで、今4時6分を多分指すのかな。それでは始めます。5、4、3、2、1、0。こっち赤くなりました。これちょっとならない時があるんで心配したんですけど、今回はちゃんとすぐ赤くなりました。で、こっちついてるのかな。新しく購入した方ついてるのかよくわからないんですが、古い方はいい音がしております。新しい方、これだけでいいのかな。電源ランプって一応書いてあるんです。こっちはめっちゃ落としてますね。ちょっと待ってみましょうか。これに方だけ湧いてる気がする。大丈夫でした。こっち、電気ついてます。こっちの横に、ちょっと見えないですけど、電気ついております。確認だけしましょうか。ちょっと難しいですね。やめておきましょう。向けてくださいとか言って向けた今更ですけど、よ、こっちが古い方が終わりました。時間に関しては古い方が早いですね。お、湯気が出てきた。そろそろおしまいかな。お、終わりました。カチッって言いました。ということで、すいません、ちゃんとした時間を見てなかったんですけど、動画を見直せばわかると思うんですけど、多分こっちの古い方が約5分ぐらいかな、1リットル。で、こっちの新しい方がプラス2分ぐらいでしょうか。1.5 倍ぐらいかかってますね。時間はこっちの方が長いですね。ということで、ちょっとお湯の味見をしていきたいと思います。はい、ということで、お湯の味見したいと思います。お湯の味見って何つかわかんないですけど、こちらにスタバのマグカップホーチミン持ってきてみました。それではちょっと古い方から左右熱湯ですね。で、ちなみにこれこっち、まあ持てるんですけど、多分これあっちっちですね。こっちはもう触れないですね。熱いっす。一応取っては大丈夫です。取って、あ、ここも熱いな。取っ手のこっち一応プラスチックになってるんですけど、ここもちょっと熱いですね。こっち持つより熱いですね。まあ、こっちの方が早く沸騰されたからあるかもしれないですけど、とりあえずここは超あちちです。もう火傷します。ここは触ってもそんなに即座に火傷しないですけど、こっちはもう火傷です。一瞬持つぐらいだったら大丈夫ですけど。ということで、とりあえずこの古い方、あー熱そう。上に熱湯ですね。匂い、うん、まあいつもこれ飲んでるんで、うん、普通にお湯な感じですね。うん、特に問題なさそうです。で、こちら新しいを注いでみます。注ぎ口はおいい感じですね。コーヒー入れやすそう。ということで、まずはちょっと匂い。
個人的にはそんなにやっぱ、あんまりわかんないですね、特に。味。なんかちょっと味が、まあまだ使って一発目。まあだから、で基本的に中洗えとは書いてなかったんで、その洗う必要はないはずなんで。なんか言われてみると、これ敏感な人はわかるのかな。個人的にはこれですごい美味しくないという、すごいなんか変な味がついてる、匂いがするっていう印象はないんですけど。言われてみなければわからないかな。多分、個人的にはわからないですっていうか。そして僕自身、そんなに味に敏感な方じゃないんで、絶対は保証できませんが、個人的にはそんなに気にならないですね、こっちの感じですね。で、使い勝手はやっぱり、このタイガーさん、10年前のもんですけど、やっぱり、5分ぐらいでこの1リットル沸きましたけど、だいたい1.5倍ぐらいでしたね。ほぼ7分ぐらいかかった、7分半か7分ぐらいかかったと思います。時計の最初と最後をちゃんと見比べればわかるんですが ということで、こっちはやっぱちょっと時間かかりますね。なんか、時間かかるっていう人もいたんですけど、やっぱりそれは言う通りですね。このタイガーさんの方が優秀だっていう話かもしれませんが。で、あっちっちです。やけどします。まあ、これはステンレス。まあ、こういうものだからしょうがないのかもしれないですけど。一応中は二重構造になってるはずなんですけど、これ自体が超熱いです。プラスチックのものの方がまだ触れます。ということで味は、別にそんなに個人的には気にならないです。かといって僕の舌はそこまで敏感ではないです。でも凡人ぐらいだとは思ってます。なので、そのあたり、ぜひ参考にしてください。ということで、今回は、ノリテックの EO350 という電気ケトル買って、匂いなど、時間速度などを確認してみました。ということで、またこれから使っていきたいと思われる。まあ、もし、故障とかもするっていう話も、口コミにあったんで、ちょっとその辺、もし故障したりしたら、これからレビューなども加えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。なので、これからもこういった、ちょっと買った家庭用品とかもレビューサイトで、レビューサイトじゃないですよ。レビュー動画撮っていきたいと思いますので、もしよかったらチャンネル登録、この動画の高評価ボタンなどもよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。さようなら。サワディーカップ。バイバーイ。